はい、どうもジンさんです。今回はオリジナル機能ピックアップ動画やっていきたいと思います。皆様まずは本当にたくさんのご応募ありがとうございました。以前投稿したオリジナル機能を募集する動画、これまでのオリジナル企画と比べて非常に難易度高いと思っていましたが、なんと550件以上のコメントが集まっていて、いつも通りの盛り上がりを見せておりました。改めて本当に感謝するとともに、お疲れ様でしたとねぎらいの言葉も添えておきたいと思います。というわけで今回はピックアップ動画ということで、僕の独断と偏見で選んだ機能をいくつか紹介していきます。それじゃあ早速やっていきましょう。というわけで早速やっていきましょう。まずはこちらとなります。吹き荒れる静寂の風鈴、まどろみのゆりかごは傾く、走り去る焦燥、湧き立つ炎症、座して待つは総輪の雫、かがれびともし闇を払い、三峡を隔てて雲をうだつ、波動の97、乱麒麟総人。ということで、ふわふわりさん、ありがとうございました。これはもうシンプルに原作かと思ったレベルで非常に完成度が高いなと思いピックアップさせていただきました。特に詠唱の部分ですよね。詠唱っぽい難しい単語をただ羅列するのではなく、機動の詠唱から実際に放たれるまでのストーリーが絵のように思い浮かんでくるような、本当に原作チックな詠唱だなと勝手に感じましたし、今回自身の解放、中二病妄想の解放という本企画に合った非常に素敵なオリジナル機動でした。効果については残白刀を地面に突き立て、大地から暴風と青い炎柱が共に吹き上がり、大将を焼き尽くす波動ということで、97ですから非常に威力は高いと思いますし、あと波動の99五流点滅は大地の霊脈を利用した最強の波動でしたが、こちらはそうではなく自身の霊圧を利用していそうな気がしています。名前の麒麟もおそらく神話の麒麟から来ているのでしょうか。そこら辺からも意図的に五流点滅とは対照的にしているのではと邪推してしまうほど、名前に関しても作り込まれている感じが伺えます。もしよかったらコメントで補足いただけると嬉しいですね。ふわふわりさん、改めてありがとうございました。続いて参りましょう。波動の2円ということで、白いちじく黒髪切りさん、ありがとうございました。こちらはアイデアが非常に面白いなと思いピックアップさせていただきました。詠唱は不明、能力は低火力で豆粒程度の火炎弾を発射するものとのことですが、面白いのはここから、霊圧を炎の形にするというイメージをつかむための初級波動という感じで考えました。いやー、これは一本取られました。確かに波動の数字若いところが死神の霊圧コントロールの基礎を習うかのような基本技になっている。これは実際にありえそうな設定だと思いました。機動というのは死神のいわゆる一般技のようなもので、霊力あるものであれば鍛錬すれば誰でも使えるようになります。残白刀がユニークスキルならば機動はその逆ですよね。また残白刀がない頃の死神の戦闘術は何なのか、機動を生み出した偉人がゼロ番隊にいないのはなぜなのか、ここら辺を解消する一つの仮説として、機動またはその源流となる技は元来死神が使用していた術だったからというのがありまして、僕は結構そうだと思っている人間であります。そんな僕にこの設定が非常に刺さったということでした。実際波動の1は小でして、霊力を衝撃波のように飛ばすものです。霊力を固めて放出する、これはかなり基礎中の基礎っぽいですし、この円も炎の形にするということで霊力をまとい力にするみたいな基礎みたいに思えました。両手首から流れる霊力を炎の形にイメージして制御しやすくするみたいなイメージでもいいかもしれません。いずれにせよ霊力制御の基本をこの波動から学ぶイメージがついたということで、とても面白いなと思い今回ピックアップいたしました。改めて白いちじく黒髪切りさん、ありがとうございました。続いて参りましょう。爆動の96、武将寒雷隊ということで、101ポンゴさん、ありがとうございました。こちらは設定がおしゃれだなと思いピックアップさせていただきました。詠唱は不明、効果は石造兵を生成するもので、一体一体が術者と同霊圧を有しているとのこと。犠牲爆動に部類され、波動の同じ数字である一等火層とかかっている爆動とのことでした。詠唱後は術者の霊圧がつき、戦闘不能になるまで石像が生成されるため犠牲起動となっているわけであります。一見波動にも受け取れる効果に思えますが、この石造兵はシンプルな行動しかできないとのこと。この爆動の用途として真っ先に思い浮かぶのは敵の足止め、しんがりではないでしょうか。つまり自分を犠牲に多数の石像を生成し、敵の足止めおよびしんがりを務め、味方を逃がしたり時間を稼いで隙を作ったりなど、紐などで直接的に相手を縛るのではなく、戦うことで敵の行動を縛る、制限するゆえの爆動なのかなと感じました。攻撃は最大の防御とはよく言ったもので、爆動の新たな解釈を見出してくれた、そんな秀逸なオリジナル起動と思い選出させていただきました。改めて101ポンコさん、ありがとうございました。続いて参りましょう。
波動の99五流点滅第2番龍盤故郷ということで、ニッティさんありがとうございました。こちらは原作に習った秀逸なアイデア、まだ隠されているようで本当にあるんじゃないか、そう思わせてくれるオリジナル軌道でした。原作で登場した波動の頂点五流点滅の第2番ということで、そういえば爆動の99金には第2番板金という封殺型がありました。金から派生して主曲紫龍、2曲百連山、終局板金大砲、こちらを波動の頂点にもということで見てみましょう。主曲麒麟は大量の鱗で相手を拘束し、2曲幸福は拘束した相手を地面に押し倒し、終局龍盤故郷で五竜が一つの巨大な竜となり相手を押し潰す、こちらも封殺型なのでしょうか。そんな感じが効果から伺えますし、由来のところにもある通り字の一つ一つにも設定やストーリーが込められていて、スッと入ってくるような非常に分かりやすい軌道になっておりました。改めてニッティさんありがとうございました。続いてまいりましょう。裏原商店オリジナル軌道、裏軌道、商品番号001、名教域ということで、さくらなつさんありがとうございました。こちらは全く新しい軌道だったのでピックアップしました。裏波動ではなく裏波動、アイゼンの強化水月を破るために開発された浦原喜助のオリジナル軌道、さらに源流はあざしろ剣八のウロザクロからということで、非常に浦原らしさが垣間見える軌道だなと感じました。おそらく浦原のことなので裏波動の存在自体も知っているのでしょうか。そこから少し改変して裏波動として命名しているような気がします。商品番号001ってのもいいですよね。浦原商店らしさ出ていますし、3桁にしているのも素敵だなと思いました。もっと言うと001がアイゼンメタの効果ってところがすごくアイゼンを気にしているところだったり、開発時期なんかも伺えてきていいなと思いました。改めてさくらなつさんありがとうございました。というわけでラスト参りましょう。こちらになります。打骨の輪、灰の指先、断天堂の獣の群れ、大義の観念、国章法廷、火前の法上、総会を骨に結び、教会に獅子をうずめよ、爆動の82空閉じということで、春さんありがとうございました。最後は完全オリジナル軌道をと思い、中でも個人的に刺さったものを選出いたしました。もう本当に感覚的なもんで、名前、栄称、効果、その全てが僕に刺さったというだけに過ぎません。自身の肉体の切断面に対して発動する爆動で、要は体から離れた部位でも霊視の鎖を返して命令させ動かすことが可能ということなんでしょう。で、実際にくっついたり治療するものではないため、長時間の発動は死に至る危険をはらんだものである。コンセプトにも書いてある通り、自身を縛る爆動であり、後手山爺の教えの一つである一種持って大役を中枢に乗っ取った軌道でもある。ここら辺がね、さすがすごい発想力だなと思った次第です。で、これ一つ思ったのが、爆動の82ってことは、これを使える死神って軌道の達人級だと思うんですよ。そんな死神だったら体が欠損した場合、街道で止血ができたり他の爆動で応急措置ができそうじゃないですか。でもそうはせず、切断された部位を利用して相手を攻撃しようとするのがすごい殺意というか攻撃性を感じますし、なんなら僕はこれを見て初代13体が使ってそうだなとか思いました。そんな想像もさせてくれるいい軌道だったかなと思っております。改めてハルさんありがとうございました。以上、オリジナル軌道ピックアップ動画でした。動画の内容だったでしょうか。何度も言いますが、この企画のメインは募集動画のコメント欄です。このピックアップ動画はあくまでおまけであって本質ではありません。もちろん選ばれずがっかりされるのは構いませんし、ある意味で光栄なことだと思っています。ただ本当に素敵な軌道がたくさん集まって、非常に素晴らしいコメント欄が作れたと思います。改めてコメントくれた全ての方にお礼申し上げます。本当にありがとうございました。次回はアニメ第3クール5になりますかね。次は残白刀なのか何なのか分かりませんが、また皆さんふるってご応募いただけると幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お待ちしております。